はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。今日は朝まで飲んでたんでもう二日酔いですね。はい、二日酔いのまま、カスタムをしたいと思います。そしてちょっと後ろ工事してるんで工事の音が聞こえちゃってごめんなさい。朝ですね。でも高尾さんがこちらに来てくれて、YouTuber ですね、ちゃんとした登録をしてもらって、まあ、わずかながらでも月々ちょっとずつお金をいただいて、自分のバイクのカスタムのためにあてがおうと思ってます。あと、スプリングですね、サドルのこの部分だけ売ってるなんて夢にも思ってなかったのと、もう売ってますよって言われた時にはもう買っちゃってたんでどうにもなんないです。1500円、結局3000円のスプリングに化けてしまいました。はい、あと朝二の舞チャンネルの二の舞ちゃんが動画をアップしてて、その音源は何って聞いたら音源を教えてもらって、その音源を今使わさせていただいてます。はい、音楽の卵、はい、音楽の卵っていうところがあって、そこから、音楽を使わさせていただいてます。そして奇跡が起きました。そこでね、欲しかった音源を手に入れたんで、メルヘンなカスタムを今日はしたいと思います。やっぱり襟みたんですね、はい、のサドルをビシッと決めていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、3本スプリング完成です。すべてネジ止めされてます。意外と時間かかりましたね。あとちょっと乗り心地の方をやってみたいと思います。ゴリスポツーリング始まるよ。はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。まさかの音なし動画、またやってしまいました。この時喋ってることを再現してみたいと思います。まずこのカメラの電池がなかったので、数分しか喋れないと思いますってこの辺で話してます。あともう一言、ロリライダーメリノ姫様のお話ですね。彼女のツイッターに、元ブログってなんだろうって検索したところ、バイクに乗って走って喋ることみたいだねみたいな感じで、ツイートがありましたね。で、私も、いつかやってみたいな、でも喋るの超恥ずかしいよねみたいなことを言ってました、ツイッターで。はい、実際元ブログって本当に難しいんです。喋りながら運転するっていうのは、ましてバイクは本当に難しいと思います。はい、なかなか回路がしっかりするまで難しいと思います。ただ聞いてみたいですね、姫の元ブログっていうのは。ただ声出しはちょっとどうなんですかね、よくわかんないですね。で、喋ってますこの辺。はい、でここら辺から、あれですね、道がものすごいボコボコになると。で、自分の声震えてませんねって言ってるんですけど、今自分声当てなんでもう全然ダメですね。はい、今日も何もカメラじゃなくてマイクが壊れちゃっててって言いましたっけ、それわかんない。はい、マイク壊れちゃってて音入んなかったんですね。はい、そんな感じで、そろそろ止めますねっていう感じで、もう赤いマークついちゃっててもうダメですよって、電池終わりますよって感じですね。そんなわけで失礼いたします。